and welcome to an episode of Persona 5 Scramble. This is going to be a special short. The reason being, I'm going to be doing some grinding in between now and the next objective that we have in the game. And what I wanted to do, well, it's not going to let me do anything until we select our partner. So let's suggest that. And of course, there's only one person that I can select, because the other person that I can select is not in this game. So let's go. する
やれやれ。というわけで、事件解決を祝して乾杯。乾杯。かー、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜウニバなんだ。大阪と言ったらウニバでしょう。賑やかで雰囲気も合ってるかなって。さすがアンドのナイスチョイスだ。お前、怪盗服でバイトしてこいよ。人気出るかもしれねえぞ。おい、こら、着ぐるみじゃねえぞ。こうしてると去年のことを思い出すわね。怪盗として命を懸けて戦って、苦労や喜びをみんなで分かち合ってた。だが倒したターゲットたちの印象は以前の主たちとはまるで違うな。ヒイラギ・アリス、夏目アンゴ、兵藤マリコ、そして近衛明。倒すべき敵だったのは間違いないが、それぞれ事情を抱えていた。それで罪が消えはしない。だが単なる悪と切り捨てるのも難しい。そうだね、みんな何かに苦しんでた。誰だって悩んだり迷ったりすることはあるわ。そしてそれはきっと一生続く。でも大切なのは、何かにつまずいた時にどうするかってことなんだと思う。キングにされた連中はそのつまずいたところをつけ込まれたんだ。改心させて周囲の人間を言いなりにすることで本当の自分から目を背けちまった。でも決して一言じゃないよね。苦しくて辛くてどうしようもない時にそれを解決できる方法があるって聞いたら、私たちだって迷い込むことがあるかもしれない。ああ、俺らの場合は大丈夫だろう。また調子いいこと言って。誰かが悩んでたら他の奴らが放っとかねえだろ。俺一人だったら危ねえけど、お前らと一緒なら大丈夫って気がすんだよな。リュウジ確かにそうね。特にリュウジは注意しとかなくちゃ。お、鉄拳制裁の出番だな。なんで俺だけなんだよ。そうだな、みんながいるならたとえ苦しいことがあっても道を踏み外したりはしない。怪盗団なら大丈夫だ、私が保証する。何一言みてえに言ってんだ。お前も怪盗団だろ。ああ、ソフィアも善吉も我が輩たち怪盗団の仲間だ。ありがとうみんな。よし、まとまったところで大阪最後の夜を満喫するぞ。くそ、頭いって昨日の炭酸が残ってやがる。俺も吐き気が。知ってるぞそれ、二日酔いってやつだな。いや、炭酸で二日酔いとかないから。はしゃぎすぎて頭ぶつけたのと、ただの食べすぎでしょ。そうなのか。まったく、バカなこと言ってソフィアを困らせない。相変わらず騒がしい連中だな。善吉、ニュースを見たぞ。無事この絵を逮捕できたみたいだな。お疲れ様でした。おう、まだ逮捕しなきゃならんやつは残っているがな。そっか、大和田。俺はこの後飛行機で東京に向かう。一旦お別れだ。
こちらこそだ。さて、時間はまだあるな。出発を見送らせてもらうぜ、先輩方。そういや、いいか、まあだったら。Some of those requests in the meantime and then some grinding because I'm going to mute. So until next time, thanks for watching this very short episode. And I'll see you next time.